どうもオニメンタルクインボーです今日は資格を追い求め続ける、まあ、デメリットっていうか、まあ、資格地獄みたいな話とただ、まあ、しい、えー、これだけは言っておきたいことがあるっていうお話です、まあ、雑談みたいな形になるんですけども行政書士の試験もですねもう超間近に迫ってきておりますの、ね、であんまり長い動画になってもなんなので、まあ、軽い気持ちで、えー、聞いていただければなと思います。 このぬいぐるみを撮影しての、まあ、しゃべりもですね、まあ、ラジオ価格でなんかあいいかなと最近思ってるんですけどもでですよその、えー、資格、まあ、地獄というかですね私今まさにダブル受験を目指してる手前もあるんですけども,もう皆さん資格をにチャレンジされる思いって、まあ、いろいろだと思います。 うん、いろんな思いがあって資格をチャレンジするそれこそあダブルでチャレンジするとかあいろいろあると思うんですけどもで資格っていうのは、まあ、試験を受けてですねまあ,あ、まあ、合格不合格っていうジャッジがされますで、えーまあ、合格しても次にまたこういう資格にチャレンジしたいって追い続けるで不合格であったとしても まあもう一度おチャレンジしたりとかあそうなる、えー、そういう気持ちになる、まああのー、その、うんまあ、勉強資格取得に対するポジティブさっていうのは、まあ、素晴らしいと思うんですけども、まあ、あ反面ですね、まあ、資格を追い求め続けて、えー、結局何なのかっていう、まあ、資格地獄うみたいなあ考えもあります、まああし。その資格センター,あーが まあやつってるというか、まあ、我々も資格の沼にはまってるといいましょうかでこれってですね、まあ、まあビジネス心理学というか、まあ、心理用語でまあサンクコストっていう考えがあって、まあ、心理学は私学んだことないんですけども、まあ、ビジネス書籍とかに往々にして出てくるんですけどもサンクコストっていう、まあ、これは掛け捨てというか、まあ、投資回収というか、まあ、かかった分うだけ。 まあ回収しようみたいな話なんですけどもまさに3クコストでですねまあその万が一不合格であったとしてもまあ、これだけ勉強したんだからっていうまあから絶対取るんだっていうまあまあ,あそういうまあ資格の沼みたいな考えもあります。ままあ、反面ですね、まあえー 万が一不合格だったとしても負け,、まあ、負けだったとしてもですね、まあ、いつか勝てばそれは負けじゃないっていう,う私なりのまあ考え方もあってですね、まああのー、まあそれぞれだと思いますサンクコストだったり、まあ、そういう考えだったりまあかたやですねまたまたですねその資格のディアゴスティーニみたいな感じで資格をコンプリートしたいみたいなそのいいのか悪いのかっていう話 にもなるんで,すけどもで、まあ、まあどっちやねんっていう話でいろいろあるんですけどもただ正しいですよただしいここからが本題で私が一つ言いたいことがあってですねそれはですねまあこの時期に言うのも何なんですけども私はもうその資格の合否を超えたところでですね まあこれまあ常日頃まあ言ってるかもしれないんですけどもまあ合否を超えたあ超越したところでですねこの皆さんとの出会いまあ特に今年今出会った人たち何かの出会いなんかはもうこれ私にとっても,もかけがえのない今あ宝物となってですね,ま本当ね皆さんの おかげでですね私なんて成り立っているようなものなのでだからこそまあ無謀無謀というかダブル受験、えー、してもそれはそれで良かったなって思ってます、えー、まあ皆さんとの出会いですよまあダブル受験が無謀だったとしてもですよ今年宅研を通して出会った皆さんで今年ならでは行政書士に 受けてこう関わった皆さんとの出会いこれが私はもう本当にとてつもなく嬉しくてですね、まあ、今貴重な時間を割いて見ていただいている皆さんだったりだとかコメントいただける皆さんだったりだとか、まあ、各種 SNS で絡んでいただける皆さんとかお会いした皆さんとかまあ そういった形でですね今年ならではのお出会いなんかはあ,あったので、えー、それはそれで貴重だったのかなと思います。まあまあ現在進行形ではあるのでまあまあまだ試験中さなかなんですけどもちょっとその資格の、えー、意義みたいな、えー、ちょっと話をしてみたかったっていう話であります。ということで今日も皆さん今日も頑張っていきましょう。